Et c'est le mode, c'est tous, c'est Fenrir, on est parti pour continuer l'aventure sur Demon Slayer, Inokami Chronicles. On a fini donc l'arc Muzan, la découverte de Muzan. Et donc on va voir un peu ce qui se passe ensuite. Que tu crois? Ça, il faut que. Demon. Oh! Kamado Tan. Asakusa yori nan to ni. Oni no sumu yashiki. Oni no sumu. La maison au tambour. Vas-y, fais-moi mieux quand c'est moi qui le fais. Ouais, faut bien foutre le set. Voilà, bah j'ai le set kick. Oreo. Tanomu yo! Tanomu! Itsu shinu ka wakaranai nda, ore wa! Soka, wakata. Tanomu yo! Ore ni wa kimi shika. Sasukete kure! Kekkon shite kure! Nani yatte run da, michi no mannaka de! Sono ko wa. Soshite, Suzu. Ah. Omae wa saishuu se. Omae mitai na yatsu wa. Atta darou ga! Atta darou ga! Omae no. さあ、もう大丈夫です。安心して。はい。おい！お前邪魔すんじゃねえよ！その子は俺と結婚す。いつ私があなたを具合が悪そうに道端でうずくまっていたから、こえ。え？俺のこと好きだから心配して声かけてくれた。私には結婚を約束し、それだけ元気なら大丈夫ですね。お前。なんなんだよその顔をやめろ。なんでそんな別ない。お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。なんか喋れよ。いいか、俺はもう俺はな、ものすごくよ。俺が結婚できるまでお前は俺を。俺の名は竈門炭治郎だ。そうかい、ごめんなさい。俺は吾妻善一だよ。助けてくれよ炭治郎。助けてくれってなんだ。なんで善逸は剣士。なんでそん。言い方し。女に騙されて借金したんだよ。借金を肩代わりしてくれたジジイが育てだ。毎日毎日地獄の鍛錬だよ。死んだ方がマシだって。最終選別で死ねると思ったのにさ。ああ、怖い怖い怖い。きっともうすぐ鬼に食われて死ぬんだ。生きたまま耳から脳髄を。いや、どうしたんだ。あひ。鬼が怖いっていう善逸の気持ちもわか。え、困ってた。いや、善逸がずっとそんなふう女の子にすぐちょっかい出す上に。言ってんの鳥の。うん、嘘だろ。かー、駆け足駆け足、共に迎え次の場所。ギャー。さ、なんでそんなに。善逸も南南東の屋敷に向かうところだったんだな。ああ、俺たち共同で仕事するのかな。きっとそうだ。よろしくな炭治郎は。さ、カラスが喋ってることに疑問とか抱かないわけ。最初は驚いたけど今は慣れたかな。
なんで慣れるんだよ。カラスが喋ってんだぞ。おかしいだろう。でも話ができるって便利じゃないか。善逸もすぐになれるよ。そういう問題じゃねえよ。屋敷だ。ここが任務の場所なのか。ん？子供だ。どうしたんだろう。君たち、こんなところで何してるんだ。俺はかまど炭治郎、こっちは吾妻善逸。君たち名前は？小一とて。教えてくれ、何かあったのか。ここは違う。ここ清兄ちゃんが連れて行かれた夜道を歩いていたら、俺たちには目もくこの家に、うん、二人で偉いぞ。兄ちゃんの血の跡をたど怪我。大丈夫だ、俺たちが悪い奴を。本当？うん。炭治郎、気持ち悪い音。音？鬼の声。ゼイツ。でも今。そう。いやー、なんだよ。なんでそんなアニャみたいな顔すんだよ。行く。無理じい。もしもの時のためにこの箱を置いていっちゃ。いくつもの鬼の匂い。一人だけじゃない。屋敷の中に。炭治郎、守ってくれるよな。俺善逸、ちょっと前の戦いで俺はあばら、そして何をってんだよ。折れてる炭治郎じゃ俺を守りきれないぜ。どうすんだ、どうすんだ。善逸、休めは違うんだ。入ってきたら、お兄ちゃん、あのだからって、あれは俺のいやあ、ごめん、尻が。部屋が変わった。いや、俺たちが移動。お兄ちゃんと離れ離れにして、お兄ちゃんのことも善逸。うん。さあ。もう、maintenant faut qu'on trouve comment ça va se passer。奥から異様な匂いがする。髪からかすかに。屋敷の中、中のものを移動させる。これが屋敷の主の決起術か。鬼の匂いが強くなったぞ。
Là, faut que je descende, droite, et puis je remonte pour le truc bleu. D'accord, je vais te suivre. Je vais te protéger. Il n'y a pas de feuilles. Nioi no kosa ga tsuyoku natta. Shikazuite ru. Oni no nioi ga tsuyoku natta zo.大丈夫だ。俺がついてる。俺が絶対に守るから。怖いか？ううん、大丈夫。匂いの濃さが強くなった。近づいてる。大丈夫だから離れないようにな。うん。小さい体で恐怖と戦っている。強い子だテルコ。いくつかの匂いの中でもこの屋敷に染み付いた。辛さえ忌々しいこの巨おいお前、俺は鬼殺隊階級水の塔釜の炭治郎だ。今からお前を斬る。俺が見つけたマレチの子供なのに。テリコ、畳が側面、部屋が階、これが屋敷全てが。なんだ、妙な匂いが迫ってくる。La charge du sanglier! ノスケ。なんだ、あの日輪刀を持っている。さあ、化け物、屍をさらし、より高く。腹立たしい。行くぜ、諸突。おし！娘、消えろ、死ね。娘、右回転、消え失せろ。左回転、娘、息子などもめ。だんだん分かってきたぞ。また部屋が変わった。でもどういうことだ。この屋敷は複数の鬼の匂いがする。大丈夫だから。うん。いくつもの鬼の匂い。
集中しろ。匂いを見失うな。匂いをたどって今度こそ倒す。この匂いは善逸だ。間違いない。ここを通ったんだ。まだ匂いが新しい。ついさっき通ったばかりだ。それにテルコの兄ちゃんの匂いもする。よかった、二人一緒だぞ。善逸といるなら人善逸。ああ、屋敷の前で。あ、大丈夫大丈夫、俺は匂いでわかるから。死ぬ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 、死んでしまうぞ。こペルコ、ダメダメダメ、大声出して悪いやつ。な、自分だけ助かろうとして、う、死ぬとかそういうこと。はっ、年下にすがりついてな。あなたの腰の刀、はあ、すごい切れ味。はあ、なんかいた。ネズミ、急に出てくるなよ。本当頼むから。落ち着いてください、善逸さん。今、襖が、勝手に襖が閉まったよね。ねえ、誰もいないでしょ。いないの。それはそれで怖いのよ。ああ、ダメだこの人。俺がしっかりしなくちゃ。何かの予兆なの。死ぬ死ぬ死ぬ、間違いないじゃない。絶対死んじゃうんだ。誰か助けて。この人は本当にあの人の仲間なのかな。なんというか違うんだよな、安心感が。すみません、ぜ。キャー！おう！合図、合図、合図、合図をしてくれよ。心臓が口から丸。すみま。もしそうなっていたら、まさしくお前は人殺。ただちょっと。なんだよ！いや、もし。いやだ、ごめん。でもな、でもな、あんまり喋って。だから今日。ああ、j'ai oublié qu'il y avait le roi du Cuny. 子供だ。ほらほら、出たじゃない。善逸さん、膝に来てる。おお、俺のことは置いていけ。そんな、なんていい子なんだ。こんな怯えた俺が守ってあげないとかわいそうだろ。でも俺はすごく弱いんだよ。守ってあげられる。だってでも俺お前の脳部よ、耳からじるりと。善逸さん寝て。え？善逸さん？で、ニューロン、フラップ、クレア。
必殺やるな一の子壁焼き一戦一の子壁焼き一戦殴りなんかじゃない人に寝てやがれ強い一の子壁焼き一戦Hey, je peux les enchaîner. J'oubliais que je pouvais les enchaîner. Kaminari no kokyu. Ichi no kata. Frappe éclair. Rekireki issen. ダメだ。善逸たちの匂いが途切れて追えない。きっと鼓で移動させられたんだな。人間の匂いがする。この匂い、嗅いだ覚えがある。あの男だ。鼓の鬼と向かい合ってた時に。イノスケ。また飛ばされた。3日前からずっとこんなちょっ。こんな狭っ苦しい建物の中を進むのは。ちょとつ申し。ちょとつ申し。何でもいいから出てきやがれ。どんな奴が現れても。俺の餌食になるだけだ。誰でもいいからかかってきやがれ。ほう、これ。屍を晒して。お前の肉はえぐり具合がありそうだ。バトがでかいと切り裂きがやるぜ。ラケット、鉄壁、実力だ。実力だ。
転がるのや。ふんぜScheiße. の匂いも鼓の鬼のいる方向は大体わかる。でも、あっ、鼓の音、また場所を変えられ、人間の匂いだ。イノシシとは怪我をしてるのか。でもちょっと、大丈夫だ、俺がついてる。俺が絶対に守るから。この匂いはもしかしたら、急ごう。ここだ、血の匂いはここから漂ってきてる。俺はかまど炭治郎。悪い。さあ、傷を見せて。ここで。あ、そしたら、どこ、誰か、俺、それで、体から、この鼓を落としたから。スズミが生えているやつ、あいつか。あいつはマレチ。そんなことを。そうだ、そう、俺のことを。ガーマ、あ、お前もや。生き物の血には種類、マレチの中でもさらに数少ないもの。そのマレチ一人、マレチは、落ち着いて、大丈夫だ。いいか、テレコ。兄ちゃんは今、俺が部屋を出たらすぐ鼓を打って移動しろ。誰かが戸を開けようとしたり、物音がしたら間髪を入れ、俺は必ず迎えに来る。二人の匂いをたどって、もう少しだけ頑張るんだ。えらい、強いな。Okay. 叩いてくれ。強烈な匂い。被害者を増やさないためにも、鼓の鬼を撃つ。大丈夫、俺ならできる。Ah, pourquoi c'est fermé ? Kyore, machigai nai. Tamayo-san ni teyate o shite moratte. Sono kega ga itakute itakute tamaranai. Ore wa mou善逸を女の子から引き剥がした時も、声を張った時も、すごい痛いのを我慢してた。俺は長男だから我慢できたけど、
次男だったら我慢できなかった。大丈夫だ、俺は。炭治郎、目の前だ。マレ、マレ、あれさえく、50人、いや100人分、マレ地の人間をもっと探して食うのだ。十二気づきに戻れる。見つけたぞ。虫けらが、なん。今度こそお前を切る。消えろ、スケラメ。全然の状態じゃない。間合いの内側に入ろうと突っ込んでいった時、痛みが走って足がもつれた。これは輪切りだ。よそ様の家に土足で上がり込みおって、八つに裂かれて後悔しろ、虫けら。滝つぼ。最初に戦った時に気づいた。右肩の鼓は右回転、左は左回転、右足は前回転、左足は後ろ回転。水の呼吸、銃の型、セーテールテーク。グラスルチーム、あの鬼の爪のような跡がつく攻撃。しぶとい虫、クソ、いまいましい。はい。たりしょんかいっすね。前を向け、己を鼓舞しろ。頑張れ、炭治郎。頑張れ。俺は今までよくやってきた。俺はできるやつだ。そして今日も。これからも折れていても、俺がくじけることは絶対にない。小生はマレ地を得て消えろ。待て、小生は強いのだ。形にもなれる。見えた。
キロリト、君の決起術はすごかった。小僧、小生の決起すごかった。でも人を殺す、そうだ、こんなの作ってユシロウさんは器用だ。あ、猫。あ、君が玉屋さんのところへ届けて、これでよし。おお、ユシロウさんの術で泣くまで人の目には見えず、もう一度泣くとまた姿を。成仏してくだ、テルコたちを、うん、キヨシ、炭治郎さん、よく頑張ったぞ。さあ、足は大丈夫？はい。あ、善逸と正一の匂いがする。血の匂い。オケ、刀を抜いて戦え、この弱み。炭治郎、俺守ったよ。お前がこれ命より大事なものだって言ってたから。これ以上俺の邪魔をするなら、お前ごと箱を串刺しにしてやる。やめろ。ああ、うわあ、音、頭骨割れてない？あ、女。なんだこれ、俺の顔に文句でもあんのか？君の顔に文句はない。こじんまりしていて色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞてめえ。か、ダメだ、もうか。おい、デコッパチ、ハシビラ猪之助、覚えておけ。どういう字を書くんだ？じ、うわっ、多分脳震盪だ。俺がち、えっ、炭治郎、頭から血も出てないし、どんだけ。本当にありがとうございました。家までは、ありがとう。ありがとうござ、善逸さんも。しょ、しょ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。正一君は強いだ。正一君は嫌がってるだろう。俺を放って、いい加減。清、はい。On dirait un gamin qui fait un caprice. J'ai les tueurs. うっ、起き、勝負。おい、山を降りる。まだ勝負は終わって、疲れてるだろ。いいから降りるぞ。
藤の葉。かー急速藤の花の家紋の家は前に鬼狩りに鬼狩りで。え、休んでいいのか俺こけっけっけけけすみません。はい。あ、夜分に鬼狩り様だ。三人ともあばらが折れてる。あばらより。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ぼかすか。ぼ断る。謝れ。断る。俺は慣れ。じゃあ祈っ。ああ、何かきっかけは。鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから、力比べして。かそしたら最終選別ってのがあることや。お、それで伊之助は来たっていうか、伊之助。お前と一緒にすんなよ。俺の唯一の。そうか。炭治郎、誰も聞かないから俺が聞くけどさ、善逸、分かってて、善逸は本当にいいやつ。お前、そんな褒めても仕方ねえぞ。俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。全員。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が翔一君を連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。あ、うわ、うわ、出てこよ。大丈夫だ。善逸。炭治郎。いいご身分だな。え、こんな可愛い女の子連れて毎日ウキウキ。俺の長さちを返せよ。俺はお前が毎日あのウフで女の子といちゃつ。そんなことのために俺は変なイノシシに殴られ。善逸、落ち着け。どう、鬼殺隊はな、お納め家。お前のようなやつは粛清だよ、作者。いや、俺の結婚を邪魔した罪と松竹を返した罪もあったな。作者くせ、鬼殺隊よ、舐めるんじゃねえ。お前、善逸、鬼殺隊を舐めるさ。その後、夜遅くまで俺は善逸、何度も善逸、待ってくれ。ああ、そうだろう、友。お前のような。返せ、結婚相手の女の子を返せ。とにかく落ち着け。何をそんなに怒ってるん。お前の腕。そしてようやく善逸の。俺は骨折と疲労の蓄積。体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの？息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。禰豆子、汗をかいてる。ありがとう。俺が。ん？それにしても、父さんがやっていた神楽、流れるように美しい舞。父さんの言葉。
豆子ちゃん。善逸。炭治郎。フィッピー。炭治郎の妹、禰豆子ちゃんの兄が炭治郎。仲良くしよう。善逸、頼むからくっついてこないでくれ。そんなこと言うなよ、炭治郎。失礼いたします。今日天ぷらはいかがですか。そう、衣のついたあれでございます。炭治郎、次なる任務を。次の任務は北北東、北北東、北北。明日の朝3人で灘雲山に向かう。せっかく傷が治。よっしゃ。灘雲山、初めて聞く場所。強いんだっぱの。いかがされましたか。今動かすことのできる柱は義勇様と忍様のお二方です。その二人をここに。かしこまりました。思っていた以上の戦いになるかもしれない。どうか気をつけておくれ、子供たち。Et on a fini le chapitre 4. Et bon, en tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Bien évidemment, abonnez-vous, partagez, likez. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Peace. Surtout partagez, likez et oubliez.